ピザポテトは1992年からカルビー株式会社が製造・販売しているスナック菓子。ピザポテト1992年9月に発売されたチーズがトッピングされている厚切り V カットのポテトチップスである。カルビー独自のメルトフレーク製法でポテトチップスを揚げてすぐにチーズを溶かしつけているため濃厚なチーズの味を味わうことができる。 2007年8月のリニューアル以降、エメンタルチーズとチェダーチーズのダブルチーズとなっている。また、ピザの味を再現するため、チーズの他には、トマトフレークやサラミ風、チップ、パセリなどもトッピングされている。この他、黒の下地に、ピザの写真やイタリアの国旗色である赤や緑、白のカラーでデザインされたパッケージも、商品の特徴となっている。 ピザポテトの発売前には1990年10月にイタリアンピザという商品名でチェーンストア限定のテスト発売。さらに1991年3月には名称をピザチップスに変えて全国で発売している。これらの商品にもメルトフレーク製法が使用されているが、ポテトチップスは薄切りでピザポテトより少し辛い味となっていた。 ピザポテトの発売当初にはその売れ行きから生産が追いつかず、企画開発者自ら手作業でチーズを乗せていたというエピソードもある。2010年からは定期的に期間限定商品が発売されている。また、2012年には発売20周年を記念して、カルビーピザポテト味焼きそばやピザポテトコロッケ、ピザポテト20%増量パッケージも発売された。 2013年より、上記の商品とは別に、お、となピザポテトシリーズが発売されている。内容量は通常サイズと異なり、いずれも5 6ムとなっている。2010年2月1日から2011年1月31日まで365日、毎日誰かに当たる。キャンペーンを携帯サイト、ピザポモバイルで実施していた。これは、 サイト上のゲームに挑戦することで、ピザポテト 25g 小袋タイプの1ケースが毎日1名に当たるというものである。また、2011年2月14日には、キャンペーン企画の第2弾として、365日、毎日誰かに当たる。キャンペーン2が同サイトで開始された。第1弾と同じく、ピザポテト2 5ム小袋タイプ1ケースが毎日1名に、 当たるボのコースのほかピザポテト専用アモーレパウダーが毎日3名に当たるアモレコースがある。最初にコースを選択して、クイズに答え、抽選ボタンを押すことで、その場で抽選結果が判明する仕組みである。キャンペーンに登場するキャラクターは、第1弾、第2弾ともに鈴木淳子による謎のイタリア人。なお、キャンペーン期間内に発売された、 ピザポテトや同シリーズ商品のパッケージには、ピザポモバイルにアクセスするための二次元バーコードが付いている。なお、毎日誰かに当たる。キャンペーンは2012年2月以降も引き続き、翌年2月までの期間中継続されていた。明太マヨ味が2012年2月に全国で正式発売されたことを記念して、ピザポイタリア食材を丸ごとお届け。と題し、 ピザポテト各種18個入りの巨大パッケージのほ二24ヶ月、熟成パルミジャーノレッジャーノ、トリュフ、スパゲッティ、アンチョビ、サンダニエーレ14ヶ月熟成ヒズメ、骨付き製ハムのイタリア食材全5種類のうち1つ、謎のパーティーグッズの入ったセットが抽選で、計5名に当たるキャンペーンを実施。なお、五種類のイタリア食材については、応募時に選択する形となっているが、 それぞれ応募締め切り、宅配日が異なっている。ペプシスペシャルとの共同で2014年2月3日より翌月末まで抽選で、計1000名にあたるこだわりピザセットプレゼントキャンペーンを実施。両商品についている応募券を集めることでこのキャンペーンに応募できる。なお通常の郵便はがきの他にキャンペーンサイトにてダウンロードできる専用応募はがきでも、 応募可能である。ピザポテト発売25周年をび、商品のリニューアルを記念して、ピザポテトのチーズをイメージしたグッズが抽選で、総計1013名に当たる、トロからリチーズレボリューション。キャンペーンを2017年2月6日より実施。A コース、超巨大トロイリクッション、B コース、ピザポテト新士セット、C コース、ピザポテトトロからリ漫画皿の3つのコースがあり、 同年6月12日までのキャンペーン期間中は各コース1日1回応募できる。北海道産ジャガイモ不足により一度販売を休止したピザポテトの販売再開1周年を記念してピザポテトのオリジナルグッズが抽選で総計1110名に当たるピザポイルグッズプレゼントキャンペーンを2018年6月18日より実施。A コース 巨大ピザポル寝袋ピザポルクッションピザポテト各4個付き B コースピザポルスマホケース C コースピザポルペンの3つのコースがあり同年8月27日17時までのキャンペーン期間中は各コース1日1回応募できる映画スパイダーマンパーフロムホームとのコラボ企画としてピザポテトやピザポテトマルゲリータ味の同 映画コラボ限定パッケージを2019年5月13日より6月下旬まで順次発売。同時にポテトチップスをつまんで食べることができるマジックハンドスパイディーアームポテトチップスの手とフールー利用券のプレゼントキャンペーンも実施。主な企画商品スナック菓子以外の主なコラボ企画商品としてこれまでに以下のものが発売されている。 なおピザポテトの期間限定商品では2018年1月にモバイルアプリゲームモンスターストライクとのコラボ企画でモンストピザポテトバックゼチーズミートが発売されている。主な企画メニューありがとうございます。